どうも、先生方です。花尾です。くんです。はい、ということで今回ですけども、みんな一人、おのおの自分の家にいるという生活がまだまだ続いてるわけですけども。いや、まあ俺外におるけどね、もう実際。実際外？いやいや、家や。その自分の心休まる場所が家なんやけど、その定義から外れた、家は。もう外なんや、そこは。遊ぶ場所として。遊ぶ場所と。まあ、みんな家の中にいるからこそ逆に、まあ、他の YouTuber もすぐ連絡取れるっしょって思ったんですよ、僕。ということでやっていきたい企画は、いろんな YouTuber に食材一つ言ってと言った食材だけでいかに料理できるか選手権。きます。噛まずに言えた。ということで今回いろんな YouTuber に1個食材を言ってって聞いてます。もうすでに花伝すんの3人は言われた食材だけでいかに美味しい料理ができるかで、最後は、まあこれリモートなんで食べ合ったりはできないんで、もう見た目と、あと食レポ、もうおのおのの自己アピールで、キムが。最高です。キムがどんなご飯を食べたいって。まあ今回じゃあ僕と花で4人ずつ聞いたんですよね。じゃあまずそれの食材を発表していきますか。はい。じゃあまず、スカイピースから、いただきました食材は、タコでございます。タコ、タコ、タコ。タコやったらいいんやんな。タコやったらいいっていう。じゃあ私も行きますか。ヒカルさんに聞きました。ヒカルさんに聞いたんですけど、牛乳でございます。おー、なかなか真っ当な、真っ当なというか、まあでも意外と料理ってなると難しいかもしれないですね、牛乳。ちょっとテクイ、まあ、テクイ使い方やね、牛乳って。そう、テクイ使い方。そうそうそう。次、東海オンエアからいただきました食材。いや、マジでうんことかだけやめてな、ほんまに。まあそれだけやめてくれた。東海オンエアからいただいた食材はホヤです。ホヤ、ホヤ、こちらです。ホヤ、ホヤ、ホヤ、ホヤです。売ってません。俺らなりのホヤってことね。俺ホヤっとしたもの。ホヤっとしたもの。じゃあ私いきますか。じゃあ私エミリンにも聞いたんですよ。エミリンの食材、ガンモドキです。ガンモドキ、あれ単品で売ってるか、あれ。あれだけセットで売ってそうやな、これ。5人目、マータソからいただきました食材はタケシーでございます。あ、シイタケ。はい、干しシイタケって言ってた。干しシイタケ。あ、干しシイタケ。じゃあ僕、ゆきりぬに聞きまして。あー、はいはい、ゆきりぬ。エンドウ豆でございます。エンドウ豆。エンドウ豆、多分売ってると思いますよ。で、ラスト私は、はじめさんに聞きました。はじめ社長からもらった食材はプロテインでございます。プロテイン。あー、プロテイン。あー、あー、あー、プロテイン。はい、じゃあ最後ラスト、クイズの王、伊沢拓司いただきましたということで、伊沢拓司からの食材、貝ひもでございます。いや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 、節約。もうさ、まあ逆に言ったらいいやけどさ。いや逆に居酒屋かよ、ここは。お前ということでね、じゃあ制限時間はね、一応90分ということで、買い物込みではい、やっていきたいと思います。ということで、メイキッドバスボーイズ、プルプルやで、プルプルやで。結果発表。はい、花尾さんがちょっとお地蔵さんになってしまいましたけど、なぜか。俺これどういう顔か分かるか、これ。他のやつがバイオやってるのに、そいつ下手くそやった時の顔してるわ、今。怖すぎたわ、失礼しました。まあ一旦でも、まあ皆さんの回答をね、順に発表していくという形でいきましょうか。正直、貝ひもとプロテインがやっぱきつかった、正直。まあ確かに、そこの処理どうするか。そこが処理、そう、相当きつい。じゃあまあ一応スンから発表しますか、じゃあ。僕は今回やりたかったのが、プロテインを絶対牛乳と混ぜてそのまま飲まないっていうのがやっぱ大事だと思ったんですよね。まあ、はいはい、もちろんね。はい、もちろん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 。それをしてしまったらもう死刑も同然なんで、やっぱりね。はいはいはい。それだけはやっちゃいけんよね。それやってるやつは YouTuber 失格やと思う、マジで。あー、それやってるやつはダメよ、ほんま、さすがに。はい、私の作ったものはこちらです。今回作りたいのはこちらです。ダゴ汁でございます。ダゴ汁というのはあれですね、
熊本の郷土料理でございまして、まあ、小麦粉の団子が入った、まあなんだろう、団子が入った汁物みたいな感じですけどね。大体それを作っていこうと思います。で、何が悪い、やばいかっていうと、今回ね、もう、貝柱と干し椎茸っていうね、戻すのにめちゃくちゃ時間かかるものが入ってるんで、それを戻すために、まず速攻で、お湯を温めます。はい、お湯を温めるお湯です。戻すお湯ですね。はい、次はエンドウ豆の下処理ですけど、下処理もよくわかんないんで一旦下茹でしときます。はい、一旦では一旦、まあ、出汁を取るんですけども、本当だったら出汁の水の量を400入れる予定なんですけど、200にしてね、残りをこの出汁というか、まあ、戻し汁でしたっけ、それを使っていこうかなと思います。せっかくなんでね、出汁はちょっとね、いい出汁を使おうと思います。贅沢ですね。はい、で問題の団子ですね。団子に使っていこうと思ったのが、まずね、こちらのね、プロテイン。はい、プロテインですね。で、今回ね、ホヤがね、ちょっとなかったんで、当たり前なんですけどね。なかったんで、ちょっとホヤホヤしたね、小麦粉を使いたいと思います。小麦粉、プロテイン、そして、牛乳。はい。これを混ぜて、もしかしたら多分、団子になんないかなって思います。これちょっとチャレンジですね。ちょっとやってみてわかんないですけど、一旦やってみたいと思います。うわ、すごい粘り気だ。うわ、すごいな。はい、だいたい団子っぽくなったんで、こちらを、元の方に戻していきたいと思います。プロテインと牛乳を混ぜて、はい、小麦粉にプロテインと牛乳混ぜて団子にする。はい、はいはい、そうですね。ここでもう、おー、なるほど。こいつらはやっぱり、まあ、どう考えてもまあ悪者なんですよ。はいはいはい、その悪者を、うん、まあ、いかにまあね、違和感なく処理するかって考えたのが、まあ、こちらの団子汁の感じでございまして、いやー、まあ、高級さに欠けるな。高級さにかけない。 C 級グルメ感否めんな。 C 級グルメ感、いやいやいや、ほんまに俺日本料理のあのミシュランとか取るレベルのとこまで行ってもってるから、とこまで行ってもってるから、ちょっとぜひ、じゃあ次僕行っていいですか。じゃあこのね、タコをね、ちょっとね、それなりの大きさに切ります。花尾が今回ね、このスカイピースに聞いてタコってなったんですけど、花尾タコ好きやからスカイピースにタコって言わせた可能性あると思うんだ。で、ここにね、タコと多分ね、ガンモが相性いいと思うんですよね。だから僕はタコとガンモと貝柱に一品作ります。こいつを醤油で煮るっていうのをやります。醤油で、多分こいつ醤油と相性いいんですよね。え、てかさ、みりん発見した。絶対まずいやん、これ。いや、プロテインで煮込んだらええんちゃう？え、面白くないっすよ。ほら、見て、これっぽくない？わかる？このここにこうソースがこうある感じ、ちょっと白やから水、白に白やから見づらいんやけど、わかるかな。美味しそうじゃない？さては。でもね、ソースプロテインなんや、実は。ソースプロテインドッキリです、これ。完全にソースプロテイン。じゃあ、6本ぐらい炒めます。これ、このままいっていいかな、これって。こいつに、これです。今回は特製抹茶塩、こいつを。なんやねん、それもう。お前、ゴミとゴミやんけ、お前それ。いやいや、これ、いやいや、お前これ見て、お前これ見て、洗い物にあるよ、皿やんけ、お前それ。これ上のソース見て、上のソース、これ高級料理店でしょ、これ。わかる、水たまりにしか見えへん、お前。いやいや、これ高級料理店こんなん。で、ホヤって何かと言いますと、マレって言葉が入ってよ、ホマレアっていうのが本当の言葉なんですよね。いや、どっか行ったよ。いや、ホマレアって、ホマレア。なんで関西弁入んねん、そこ、お前。で、それでマレっていうのは希少部位の木って感じが入るんで、これ高級料理店のようなものを作ってくださいっていう言葉だったんですよね。だからこれは完全にあのメッセージです。東海から高級料理を作ってくださいという。椎茸と生ダコの
プロテインソース添えです、これ。これこれプロテインソース添えです、これ。まあ、出川さん和風って言ったのに、それってその盛り付け方洋風じゃないですか、完全に。あ、これはこれだ、ここはここの部分はイタリアンを意識した、ここだけ、ここだけ。だから味は和風ない、味は和風ない、マジでこれ味は和風。今は多分世間のみんなドン引きしてるんかな、これもこれさてはさては、いやいやいや、買ったと思ったんやけどな。いやー、まあ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 、それはまだ早いんちゃうか、はい、俺のターン行きますか。今回作るのはハッピーセットでございます。どういうことかは、まあ、料理してのお楽しみということで、早速やっていきましょう。とりあえずホヤに似てるなって思ったものを言っていいですか。ホヤに似てる、画像比較してほしいんですけど、ホヤに似てるなって思ったのがこれ、ミョウガあるいはゴーヤ。これちょっとの、まあ一旦こっちの方が司令塔近いんで、こっち使うかなと思ってるんですけど、じゃあ俺、自分のことを光彦と信じてやまない光彦でいきます。あれれ、コナン君、これで何を作るんですか。なるほど、静かにしてみろよ。あれれ、これはそら豆じゃないですか。まずはそら豆を身の目撃していきますよ、コナン君。あれれ、コナン君、これを光らめて、犯人はどうやら水を吸い取って殺したようですね。犯人はおそらく潤い化粧水だ。あれ、コナン君、これが今回のトリックですか。そうだ、犯人はおそらくプロテインに牛乳を混ぜて肉ダネにするつもりだったんだよ。何ですかそれ。肉ダネとはハンバーグを作る時の源のことだ。静香ちゃんのことですか。そうとも言うんだ。肉っぽくない？ほら、普通にさ、肉っぽいよな、これ。肉じゃん！完全肉やん、これ。ハンバーグがそろそろ焼き終わったと思うので。めっちゃいい感じ。めっちゃうまそうじゃない？ほら。これこう置くでしょ？こうでしょ？で、こうやろ？で、こうやろ？んで、最後に、こう。完璧じゃん！はい、これ見て、ほら、もうアメリカン。でもタコのポテトを一旦作っていくんで、この紐状の棒状のタコたちをですね、一旦この中に入れていきます。いくよ、せーの。うわー、なにこれ、聞いてない聞いてない。怖い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 、マジか、マジ。まあ、いい感じいい感じ、ほらいい感じですよ。ほや、これが入れ物なんですけども、ここにね、ちゃんとこう、M っていうのを書いてあげましょう。いい感じじゃない？見えへんかな？これは、これ、この、見て、これ M、M って書いてあんねんな、これ。はい、M。最近はデリバリーになったことになると、子供が育つようにプロテインをね、作っておきましょう。で、おもちゃはどう作るかって思ったんですけど、僕ちょっと明暗がありまして、これ使えるなと思って、これ使えるなと思ったんですけど、これってなんかさ、みんなこれ、なんか思わへん、これ。勘のいい読者はもう気づいただろう。そう、これは、ワニワニパニックだよね。完全にどう見ても。ってことなんで、ワニワニパニック作りたいと思います。来た、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 来た。見て、ほら、どう見ても番犬ガオガオやん、これ。次、ワニワニパニックやん、これ。ほら、可愛くね？ほら、これ目で、ここら見たらお分かりですから。はい、というわけでこちらが、僕が作った、ハッピーセットでございます。どういうこと、どういうこと、どういうこと、食べる。これは、プロテインを練った、ちょっと、鉄ちょっと、やば鉄ちょっと、やば。お前の、お前、猫の餌やないか、それ。お前まずこれはお前、それタコを粘土みたいに扱ってない、お前大丈夫。いやいやいや、タコのフライドポテトです。それお前ソースで M とか書いてたろ。ちょっと見て、あ、書いてある M 書いてるんだよな。おい、書いてる M 書いてるんだよな、ここに書いてるんかい。最後、まあなんかよく子供がね、こういうなんか紙パックあるんで、中にこれ牛乳とか。わあ、やったこいつ。あ、やってる、やったこいつ。もやったこれだから。ほら、やったやった。あー、もう一番や。これもうさ、危険じゃん、この勝負。これはだって、さっきあんだけな、YouTuber は失格やとかな、みんな言うてたのに。全然、俺は YouTuber
の外際におる。確かに。瀬戸際でも。じゃあ食べようか。じゃあ俺これいったまずこれいただくわ俺。めちゃくちゃ微妙やで、お前これ、お前自分すらも納得できひん、お前いい出汁の味お前、ピーハと餌ぐらい時間差って今いい出汁の味やけど、ただレンガの独り言っていう10秒ちょうだい。なんでこんなまずいんやろお前、それが一番心境じゃないからな心から心からしてよ、いただきます。あ、キム、これ、ま、俺よりひどい顔してた。チソー食ってるみたい。はい、もう勝ちやん、もうそれ。なんか塩酸かけたら水素出てきそうな顔してる。そのボケおもろすぎるやろ。俺、プロテインと牛乳を混ぜただけが、YouTuber 失格って言ったやつがこれやったらどうかと思うで、俺は。レンガ、ん？混ざってないんや、ほらこれなおダメ決まりました。はい、お吸い物やで。今回の料理対決、ハッピー優勝は佐藤さんです。シェーイ五輪まあじゃあね、コメント欄でじゃあ本当にどれが食べたいかっていうのも競争するんで、ぜひ少なくともお前の食べたいっていうやついやいや、いるからマジでいるんよ、ほんまにいるって。